日本の文化、伝統文化であるし、柔道は本当に日本人の心そのものだと思うので、日本人そのものを表しているのが柔道じゃないかと思います。My name is 香織松本。I'm 25 years old. I am female judoka. 57キロ級で日本で初めてのオリンピック金メダルを取りました。は6歳の頃から柔道を始めて、で本格的にオリンピックを目指したのは中学生の頃。土曜日曜は学校が休みなので、でそういう時はやっぱ12時間道場にいたりとかして。してましたね、気づいたらよくやったなと思います。私は気持ちで戦う選手なので、みんなが目指しているのはその最初の心である一本一本で完璧に勝ってしまったら、相手もあこれ以上こんなに綺麗に投げられたら、うん、負けましたって認めることができるんですね。それが美しいなと思って、自分を認めることなので、その弱さを認めるっていう。ニックネームは野獣です。あるいはアサシンとも呼ばれています。試合前は1試合500キロカロリーぐらい食べます。1日トレーニングも含めて6時間ぐらい練習をします。腕の骨折と鼻の骨折と指の骨折と肘の骨折と右膝の内側靭帯損傷と両足首の捻挫をして、手術は3回から4回しました。全ての感情が詰まったオリンピックでした。本当にそこが大きくて、で取ってからもやっぱり全てが勝って、今までの人生ずっと全てをかけていたので、はやっぱり勝負する時はやっぱり勝負師なんで、あの身になって戦います。